独立主張のある地域一覧とは、ある地域においてこうに独立を主張する勢力がある地域の一覧である。独立運動の実態は多種多様で大まかに分類すると以下のようになる。劣記している地域はその主な例である。実行支配地域のある政治的実態は一部の国から独立国扱いを受けている。 政府が域内にあり一部国連加盟国から独立を認められた地域政府が域外にあるも一部国連加盟国から独立を認められた地域政府が域内にあるも国連加盟国から独立を認められない地域政府が域外にあり国連加盟国から独立を認められない地域中華人民共和国日本インドネシアミャンマー近年は独立よりも 高度な自治権の確立に目標が変わりつつある。一部の勢力は麻薬産業を資金源としており、国際社会からは麻薬組織とみなされる勢力もある。インドパキスタニーラクシリアジョージアアゼルバイジャン、その他ヨーロッパは複雑に民族が交差していることや、地続きで言語や文化など民族意識を形成する要素の境界線が不明瞭なことから、 新たな民族グループが形成されやすい。歴史的にも西ヨーロッパは、ローマ帝国崩壊以降、無数の資料や小国家軍に分裂していた期間が、長く、近代に入ってから成立したに過ぎない、既存国家、既存民族の枠に収まれない人々が、盛んに分離独立運動を行ってきた。近代までは、中央集権や民族主義を進める政府によって、 弾圧されるケースが多かったが、現代に入ってからは、地方文献の高まりや欧州統合の流れの中で、分離運動を自治権拡大によって収めようとする場合が多い。ドイツでは新生ローマ帝国からドイツ統一に至るまでの長期間にわたって、数個の国家と無数の貴族領、境界領に分かれていた。これを両方国家といい、 ナポレオン戦争が起きる1800年代後半以前は、ドイツ人としての意識も全く存在していないに、等しかった。つまり、ドイツ地方の住民にとっては、両方時代の国々を祖国とする意識が強く、統一を果たしたドイツ帝国も有力な両方国家に、一定の自治権を与え続ける、連邦制を施行した。この流れは、現代においても続いており、 連邦主義をさらに推し進めて、両方国家の国家連合、または国民国家同士の連邦国家を形成しようとする動きがある。スペイン、フランス、イタリアなどでも各地の文化的差異や経済格差は依然として存在し、また半世紀以上にわたり地域安定に取り組んできた EU の求心力と反対に特定国家への帰属意識が希薄化し、それらが 相まって独立ないし文献を求める声は少なくない。ドイツ第二次世界大戦以降、ドイツ南西部に位置するアレマン地方で独立運動が盛んになった。アレマン語の独自性を由来とする政治運動はナポレオン時代から存在したと言われ、最終的にはスイスやアルザスと共にドイツ連邦から離脱することを目標にしている。現在は、 小康状態にあるものの、東ドイツ併合やユーロ問題など、大きな政治的議論が生じる度に、活発化している。言語、文化の際から来る北ドイツ、南ドイツ間の対立とは異なり、旧西ドイツにとって、経済的に重荷になっているとの理由から旧、東ドイツの再分離を望む意見が、しばしば言及される。また、 東ドイツ人の側でも統一後の待遇に失望する人々も少なくなく2007年の調査ではドイツ人の5人に1人がベルリンの壁があった方が良かったと答えているフランスフランスの分離運動古くからコルシカ語を話すコルシカ人が独立運動を続けているブリタニア系の住民がサクソン人、住都人の信仰から逃れるために ブルターニュ地方へ移住した歴史から古代ブリタニアの文化が継承されている。古代ブリタニアの住民はケルトの一派とされる一方で、いわゆるガリア人とは明確に異なる部分を持つことから別民族であるともされており、たびたび独立論が議題に上がっている。バイキングが持ち込んだコノルド語とラテン語の根校から生じたノルマンディー語が残存していて、 この言葉を保護しようとする動きがある。フランク王国の影響を強く受け、フランク語と混交して生じたフランス語に対し、ラテン語としての性質をより強く受け継いだ、オック諸語が南フランスの大部分に存在する。そして、オック諸語の話される地域を、オクシタニアと呼ぶ習慣がある。オック諸語のうち、ガスコ入ニ語は隣接するバスク語の影響を強く受けていて、 他の億経言語とは、経色が違う。オクシ下にアいいや、ガス購入だ。というスローガンも存在する。イギリスイギリスの分離運動もとよりイギリスは、民族ではなく国家の統合としての産物であり、イングランド地方でもイングランド人としての貴族意識が、根強く残っている。近年の各地域での独立運動の流星や、スコットランド議会の再開などに対し、 イングランド議会の再開を訴える意見が参見される。スコットランドはイングランドとは異なる文化を有している。イギリスの議会にスコットランド国民党が進出しているが、北海に油田を有しているにもかかわらず、分離独立には至っていない。2014年の住民投票でも反対票が55%に達したため独立は否決された。 アイルランド、スコットランド同様、イングランドとは異なる文化を有し、それを今日に至るまで保持している。アイルランドは、ケルト系内し古代ブリタニア系の文化を継承しており、イギリスの支配から脱するために激しい紛争を繰り広げた。現在では、アイルランドのほとんどが独立を勝ち取っているが、ロイヤリストが多数を占める北アイルランドは未だ、イギリスに止まっており、 両国間の領土問題となっている。南イングランドの辺境に位置するコーンウォール州では、征服される前の古代文化が色濃く残っている。イタリア肥沃な北部イタリアを中部イタリア、南部イタリアから分離することによる北部の経済、活性化を主張する北部同盟が定義する北イタリアで東側北から旧ベネツィア共和国領とチロル地方を除いた場所を指す。 上述のバイエルンとは違って、民族的問題ではなく、経済的問題を第一の問題として、分離を目指す珍しい動きと評されており、どちらかといえば、旧東ドイツと旧西ドイツの対立構図に近い部分がある。したがって分離そのものよりも、分離を脅し文句に、南部優遇政策の撤廃を望んでいる支持者が多く、1996年に、 独立を宣言した際には、北部同盟内でも批判が相次いだために取り下げられた。また、各州の地域運動の連合体であるため、パダーニャ人といった民族意識などは存在していない。北部同盟に関しては近年、イタリア国内の地域運動全体を統括する団体に発展しつつある。旧ベネツィア共和国は、かつての北イタリア諸国の中でも、 別格の存在であり、かつ隔離された島々での文化を起源とすることから、上記のパダーニャ関連からも一線を引いた、独自の動きを見せている。オーストリア領時代が長かったため、南ドイツ系の住民が多数を占めている。シチリア同様、すでに一定の自治権を与えられている。戦後の文献運動から、すでに一定の自治権を与えられている。 スペインレコンキスタにより、イスラム勢力を放築し、小国家を吸収しながら拡大した、建国の歴史的経緯から文化的、言語的、民族的な多様性があり、それに伴い地方の独立活動やより、高度な自治権の獲得要求が活発である。アラゴン王国とカスティーリャ王国の統合により、スペイン王国が成立して、以降も、とりわけ、カタルーニャやバスクなどは、 内戦やテロ活動により中央と敵対した過去があり、また中央政府はそれらを弾圧した。こうした過去の反省から現在スペインは17の自治州に分けられ、自治州政府による自治権が付与されている。2020年現在、西ヨーロッパにおいて最も地方の独立活動が活発な国の一つと言える。バルセロナ一帯のカタルーニャ地方は、 マドリードとは異なる言語と文化を有する。スペイン内戦でカタルーニャ左翼共和党が人民戦線についたことも一因になり、フランコ時代は分離独立運動は抑圧された。民主化以降のスペインでは集中と統一が議会進出し、マドリード・バルセロナ間の特急列車の車内アナウンスはスペイン語とカタルーニャ語で行われるなど地位を回復させている。 2017年10月27日にカタルーニャ州議会は独立宣言を可決したが国際的な承認は得られていない。カタルーニャ共和国の事実上の亡命政権がベルギーブリュッセルに置かれている。主張するハントにはカタルーニャ州のみならず同じカタルーニャ語圏であるバレンシア州、バレアレス諸島州を含む場合がある。 バスク地方は国境を挟んで、スペインとフランスにまたがっており、スペインとも、フランスとも異なる言語と文化を有する。バスク祖国と自由は、武装闘争を含めた、分離独立運動を推進していた。主張するハントに、ナバラ自治州を含む場合がある。ガリシア地方は、歴史的にも、地理的にも、ポルトガル北部とのつながりが近く。 実際のところ、ガリシア語はポルトガル語の派生言語である。完全なガリシア州の独立を目指す勢力と、ポルトガルへの併合を望む勢力が存在する。アラゴン王国との統合以前のカスティーリ王国の領域のみで、あるいは現行のカスティーリャ地方3州で再度、独立するべきだという勢力が存在する。エストレマドゥーラ州は、歴史的に、 ポルトガルとの領土紛争が行われた場所であり、現在でもポルトガルがオリベンサの返還を要求している。これに関連して、エストレマドゥラ州をスペイン・ポルトガル両国から独立するべきだという勢力が存在する。ベルギー歴史的経緯から人口の約6割がオランダ語を約4割がフランス語を母語とする。主に前者が北部フランドルに後者が 南部アロンに居住。従来より、フランドル地域、ワロン地域、ブリュッセル首都圏地域という三つの共同体が置かれ、それらを保管する役割として、連邦政府が位置づけられていたが、2010年6月の総選挙では、北部フランドルの独立を目指す新フランドル同盟が、大議員にて第一党の議席を獲得したため後に、暫定政権が続き、 政治的混乱を招いた。デンマークロシアウクライナその他、ハット ABCD 共同体加盟国同士で互いに国家承認を行っている。この3カ国とは民主主義と民族の権利のための共同体を結成、設立している。近年はロシア政府の強硬な態度により、以前に比べると沈静化している。連邦国家という米国のシステム上、いくつかの州は、 周期に、リパブリックの文字が入り、スペイン領メキシコから独立した、テキサスも1836年の1846年の間、名実ともに独立共和国であったし、続くカリフォルニアも、米連邦加盟前に独立国家を目指した。同様の連邦加盟以前の共和国としては、リパブリック・オブ・ウェスト、フロリダなどもある。しかし現在の米国内において、 それらの旧共和国が連邦離脱宣言あるいは連邦離脱意志を示している風潮はない。後、イングー氏と統合、チェチェンイングー氏共和国となったが旧イングー氏の分離に伴い現在に至る。ありがとうございます。